途中いろいろあったけど、やっとここまで来たね。一番上のリーグだよ。ここで一番になるってことは、今年のフェルムリーグの頂点に立つってことだね。これまでになく強い相手がいっぱいだけど、君ならできるよ。フリーバトルはそのリーグに参加している人たちと順位を気にせず練習できるよ。今回のサポートセットを選んでね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で。今度の相手はどんな戦い方をするのかな。地道にガードしていこう。ダメージを消費したから気をつけてね。共鳴ゲージが上昇したよ。さあ気を引き締めていこう。感じで勝てたね。次も同じサポートで行く？ラウンド2。ファイト。さっきと違う戦い方をしてくるのかな。いいね。この調子で行こう。透明現象。よし。デュエルフェーズに入ったよ。共鳴バーストするにはまだ遠いな。さすがだね。いい試合だったよ。真剣勝負もいいけど、まずは楽しまないと。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。オッケー、よろしくね。バトル前ってワクワクするよね。相手はどんな…バトルは楽しむことが大事だよ。今の攻撃かっこいい。透明ゲージを消費したから気をつけてね。このままもっと攻めていこう。相手の共鳴ゲージが回復したよ。フィールドフェイズから仕切り直したね。やったね。次のラウンドも楽しんでいこう。さあラウンド2。さあ、頑張っていこう。強烈ゲージが上昇したよ。すごい、もうこんなにリードしたか。強烈
命ゲージはまだ半分か。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。やったやったね。私お疲れ様。次も頑張ろうね。スキルポイントを割り、サポートセットを決めるの。オッケー、よろしくね。どっちのサポートで行く？私はいつもどの攻撃でペースが変化するかだんだん分かってくると共鳴ゲージを消費したから気をつけてね。今の攻撃はかっこいい。クリティカル発生。ブロック攻撃で通常攻撃を受けたね。やった。いい感じで勝てたね。次も同じサポートで行く？ラウンド2。このラウンドも楽しんでいこう。よし、このまま押し切っちゃおう。キキッ。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。新しいアイテムが手に入ったよ。新しい称号が手に。サポートセットを決めるのって悩むよね。頑張ってアドバイスするよ。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で。どの攻撃でペースが変化するかだんだん分かってくると。よし、ユリペースに入ったよ。透明ゲージを消費したから気をつけてね。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2。あ、このラウンドも楽しんでさ。
上ダメージを受けるのはまずいよ。サポートゲームは大事だね。おめでとう。お疲れ様。次も頑張ろうね。スキルポイントを割り振る項目を。サポートセットを決めるのってな。頑張ってアドバイスするよ。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚で。そのポケモンは自分のやりたいことに応えてくれるよ。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し切っちゃう。次のラウンドも楽しんでいこう。さあサポート。このラウンドももらっちゃおう。透明ゲージを消費したから気をつけてね。今の攻撃かっこいい。これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し。エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。さすがだね。お疲れ様。私のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振る項目を選んで。フリーバトルはそのリーグに参加している人たち。今回のサポートセットを楽しいバトルになるといいね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚。バランスがいい相手の時は自分のペースに持っていっちゃう。透明ゲージを消費したから気をつけてね。クリティカル発生。ブロック攻撃で通常攻撃を防ぐよ。マニューラも応援してくれて。って寝てる。ラウンド2。このラウンドも楽しんでいこう。相手のサポート
ゲージが回復したよ。共鳴ゲージが上昇だよ。よし、デュエルフェイスに入ったぞ。ストレート勝ちなんてすごいね。どうだった？今回のバトル満足できた？スキルポイントを割り振る項目を選んでね。サポートセットを決めるのって悩むよね。さあ楽しんでいきましょう。バトルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1ファッシュ。掴み攻撃は動き攻撃に勝てるんだって。今の攻撃かっこいい。これだけリードしていれば大丈夫。このまま押し切っちゃおう。フィールドフェーズから仕切り直したね。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？ラウンド2。このラウンドももらっちゃおう。今の攻撃は避けづらいからガードをするのがいいね。バーストできた。何度もやる。地道にガードしよう。気をつけて。透明ゲージを消費したから気をつけてね。これ以上ダメージを受けるのはまずいよ。さあここで流れをものにしちゃおう。よし、サポートを入れるよ。よし、一方パーティーの透明ゲージが回復したよ。やったね。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。新しいアイテムが手に入った。今回のサポートセットを選んでね。さあ楽しんでいきましょう。緊張しないで楽しんでいこう。ラウンド1ファッシュ。狭いバトルリングで追い込まれないようにね。透明ゲージを消費したから気をつけてね。やった！3組に勝ったよ。試合の流れはつかめたね。この調子でいこう。今のバトルは面白かったよ。
次も期待する。ラウンド2ファッシュ。さっきとは違う戦い方をしてくれたかな。地道にガードしていこう。体力が減っているから気をつけてね。チャンスは必ず来るよ。慌てずじっくりね。共鳴バーストするにはまだ遠いな。リードされているけど、まだ勝負はこれからだよ。いい試合だったよ。次もこんな試合ができるといいね。わあ、面白かった。真剣勝負もいいけど、まずはあのスキルポイントを割り振って。サポートセットを決めるのって悩むよね。さあ、楽しんでいきましょう。バトル前ってワクワクするよね。相手はどっ、今度の相手はどんな戦い方をするのかな。消費したから気をつけてね。やったね。いい感じで勝てたね。次も同じサポートでいく。ラウンド2ファッ。前のラウンドのような楽しいことを期待してるよ。自分の攻撃でフェイス変化を起こすと共鳴ゲージが溜まるよ。半分か。透明ゲージをフィールドフェーズから仕切り直したね。さすがだね。いいバトルだったよ。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。新しいアイテムが手に入っ、今回のサポートセットを選んでね。楽しいバトルになるといいね。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1ファッシュ。フィールドフェイスは掴み攻撃でフェーズ変化を起こせるの。攻めるなら今だね。
仕切り直したね。これ以上ダメージを受けるのはバカだぞ。油断しちゃダメ。接近戦になるよ。危なかったね。いい感じで勝てたね。次も同じサポートで行く。ラウンド2さて、違う戦い方をしてくるのかな。共鳴ゲージはまだ半分。今の攻撃かっこいい。共鳴ゲージを消費したから気をつけてね。地道に攻撃する。やったね。どうだった？今回のバトル満足できた？スキルポイントは新しいアイテムが手に入ったよ。まずはリーグマッチで順位を上げて。今回のサポートセットを選んでね。さあ楽しんでいきましょう。バトルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1ファイト。フィールドフェイスの攻撃は相手を追いかけるものが多いよ。エネルギーが次々発生。ブロック攻撃で通常攻撃を防いだよ。試合時間が半分を過ぎたら透明ゲージを消費したから気をつけてね。さっきのラウンドは残念だったね。向こうから応援してるよ。バーストしてきた。なんとかやり過ごして。自分の攻撃でフェイス変化を起こすと共鳴ゲージがたまるよ。試合はまだ始まったばかり。無理はしないよ。慎重にね。ここは慎重になった方がいいよ。危なかったね。次で一気に決め、次がファイナルラウンド。最後まで楽しんでいこう。ファイナルラウンド、このラウンドももらっちゃおう。共鳴ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。共鳴ゲージマックス。いい、共鳴ゲージ満タン。サポートのことを忘れてない？困ったら助けてもらおう。ここで諦めないで。
まだ共鳴バーストは使えない。バースト中は思い切って出てくる。よし、捕まえたね。このまま相手は体力を消費してるよ。あと少しだったんだけどね。どうだった？今回のバトル満足できた？新しいアイテムが手に入った。オッケー、よろしくね。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚。通常攻撃は掴み攻撃に勝てるよ。透明ゲージを消費したから気をつけてね。体力はリードしているけど油断はし、やるよ。ミチカルを狙ってきろ。このままもっと攻めていこう。透明ゲージが上昇したよ。サポートゲージが溜まったよ。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポート。ラウンド2。バトルは楽しむことが大事だよ。エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば。すごい。もうこんなにリードしちゃった。バーストしてきた。なんとかやり過ごして。まだ遠いな。いいね、この調子で。フィールドフェイズから仕切り直したね。共鳴バーストするにはまだ遠いな。共鳴バースト、今の攻撃をガードしたら攻撃チャンスよ。よし、相手がサポートを呼んだね。エネルギーが発生しているみたい。危なかったね。今回のサポートセットを狙い、頑張ってアドバイスするよ。さあ、バトルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1。ファイト。バトルを楽しむことが大事だね。透明ゲージを消費したから気をつけてね。ブロック攻撃は掴み攻撃に弱いんだよね。地道にダードしていこう。体力はリードしているけど油断はしないでね。相手の共鳴ゲージが回復したよ。体力が減っているからちょっと危険だけど、私だったらここは攻めるね。サポートゲージが溜まったよ。これ以上ダメージを受けるのはまずいぞ。やったー。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2。
このラウンドも楽しんでて。よし、ここまでです。このまま畳みかけよう。今の攻撃かっこいい。同盟が、よし、デュエルフェイスに入ったよ。試合の流れはつかめたね。この調子でいこう。相手がサポートを呼んだよ。よし、サポートを呼んでるよ。ここは慎重になった方がいいよ。いいわ。お疲れ様。私のアドバイスは役に立った？スキルポイントを割り振る項目。サポートセットを楽しいバトルになるといいね。さあ、バトルが始まるよ。張り切っていこう。相手の苦手な距離を狙ってみよう。油断はしないでね。相手の透明ゲージが回復したよ。視界力が減っているから気を地道にガードしていこう。これ以上ダメージを受けるのはまずいぞ。サポートゲージが減ったよ。いい感じで勝てたね。次も同じサポートでいく。前のラウンドのような楽しいバトルを期待するよ。共鳴ゲージが超えちゃったよ。よし、デュエルフェイスに入ったよ。しているみたい。あらゆる共鳴ゲージが増えるよ。体力が減ってきてるよ。サポートゲージが溜まったよ。共鳴ゲージはまだ半分か。ここは慎重になった方が試合時間の半分を過ぎたよ。さすがだね。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。新しい称号が手に。サポートセットをピシャ、楽しんでいきましょう。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚。この相手なら攻めやすい距離で戦うのが一番かな。地道にガードしていこう。透明ゲージを消費したから気をつけてね。体力は減っているけど。次のラウンドも楽しんでいこう。
さあ、ラウンド2ファッシュ。さっきから違う戦い方をしてくるのかな。すごい、もうこんなに出てきちゃった。すごい。真剣勝負もいいけど、まずスキルポイントを割り振る項目を選んで、新しい称号が。今回のサポートセットを選んでね。さあ、どんな相手と戦えるかな。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1ファッシュ。リードフェイスは光攻撃でフェイズ変化を起こせるの。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、ラウンド2ファッ。このラウンドももらっちゃおう。しているけど、油断はしないで。透明ゲージは自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと、透明ゲージはかっこよく決められたね。ストレート勝ちなん。ああ、面白かった。真剣勝負もいいけど、新しいアイテムが手に入ったよ。今回のサポートセットを選んでね。さあ、楽しんでいきましょう。始まるよ。張り切って。ラウンド1ファッシュ。そのポケモンは自分のスタイルを見つけることが大事かな。透明ゲージを消費したから気をつけてね。地道にガードしていこう。体力が減ってきてるよ。ブロック攻撃は光攻撃に一方的に透明ゲージを吸収されちゃった。よし、そこクリティカル完成。通常攻撃で光攻撃に勝ったよ。今のバトルは面白かったよ。次も期待していい？ラウンド2ファッシュ。このラウンドももらっちゃおう。今の攻撃はジャンプすると避けられるんだよ。
通常攻撃はブロッククリティカル発生。ブロック攻撃で通常攻撃を防いだよ。共鳴バーストするにはまだ遠いな。溜まったよ。これ以上ダメージを受けるのはまずいぞ。次のラウンドが次で勝負が決まるよ。最後は好きなサポートで行こう。ファイナルラウンド、さあ頑張っていこう。相手の共鳴、共鳴ゲージが、共鳴ゲージが速い。今ならバーストできるね。割り振る項目を選んでね。今回のサポートセットを選んでね。さあどんな相手と戦えるかな。始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1バス。相手ポケモンのジャックーンは何だっけ。クリティカル発生。ブロック攻撃で通常攻撃を防いだよ。エネルギーを取ると共鳴ゲージが上昇したよ。やったー。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2バス。このラウンドももらっちゃおう。攻めてくるよ。気をつけて。相手のサポートレンジが回復した。かなりリードされちゃったけど、チャンス。でも勝負はこれからだよ。共鳴バーストするにはまだ遠いな。できた？スキルポイントを割り振る項目を選んでね。
外のサポートセットを選んでね。さあ楽しんでいきましょう。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚ラウンド1自分のポケモンを信じて頑張ってみて。相手の透明ゲージが回復したよ。クリティカルを狙ってきた。フィールドフェーズから仕切り直したね。リードしているけど油断はしないでね。地道にガードしていこう。クリティカル相手も足りない。サポートゲージが溜まったよ。ここは慎重になった方がいい。よし、エネルギーを取ると共鳴ゲージが溜まるよ。やったね。次のラウンドも楽しんでいこう。さあサポートはどうする？ラウンド2前のラウンドのような楽しいバトルを期待してるよ。共鳴ゲージが解消したよ。ナイスクリックを達成。ブロック攻撃と通常攻撃を使えたよ。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。スキルポイントを割り振る。サポートセットを決めた。どんな相手と戦えるかな。どっちのサポートで行く？私はいつも感覚ラウンド1この相手に追い詰められるとかなりまずい。サポートゲージが止まったよ。共鳴バーストするにはまだ遠いな。クリティカル達成。通常攻撃は一番だね。次もこの調子でいっちゃおう。ラウンド2さあ頑張っていこう。共鳴ゲージが上昇したよ。
この調子で一戦一戦サポートセットを楽しいバトルになるといいね。バトル前ってワクワクするよね。相手はどこ？このバトルリングはダメかな？壁に気をつけてね。攻撃完成！地道に倒していこう。押し切られちゃった。でも次はよし！デュエルフェイスに入ったよ。体力が減っているので気をつけて。これ以上ダメージを受けるのはまずいぞ。相手の共鳴ゲージが回復したよ。よし、サポートを呼べるよ。サポートを変更して攻め方を変えてみるのもありだよ。自分のポケモンを信じて頑張ってみて。油断しちゃダメ。接近戦になるよ。クリティカル達成。通常攻撃でつかみ攻撃に勝ったよ。あ、エネルギーが発生しているみたい。あれを取れば共鳴ゲージが増えるよ。共鳴ゲージを消費したから気をつけてね。やったね。次のラウンドはいただいちゃおう。次がファイナルラウンド。最後まで楽しんでいこう。ファイナルラウンド違う戦い方をしてくるのかな。共鳴ゲージ満タン。今ならバーストできるよ。共鳴ゲージマックス。ダメージが減って、チャンスは必ず来るよ。あえて強すぎるバーストが終わりそう。ファーストアタックを忘れないようにね。エネルギーを取ると共鳴ゲージが増えるよ。ちょっと危険だけど、よし、サポートを呼べるよ。うまくアドバイスできなくてごめん。お疲れ様。次も頑張ろうね。
キルポイントを割り。今回のサポートセットを選び、頑張ってアドバイスするよ。緊張しないで、楽しんでいこう。ラウンド1、ファイト。そのポケモンは自分のやりたいことに応えてくれるよ。足の共鳴ゲージが回復したよ。よし、このまま押し切っちゃおう。体力が減っているから気をつけて、地道にガードしていこう。共鳴ゲージを消費したから気をつけてね。よし、今のがクリティカルだろ。掴み攻撃は主力攻撃に勝てるの。感じで勝てたね。次も同じサポ。ラウンド2、さっきと違う戦い方をしてくるのかな。共鳴ゲージが上昇だよ。バースト中の相手でも強い攻撃で潤ませることができるよ。通常攻撃で掴み攻撃に勝ったよ。いいバトルだ。ああ、面白かった。真剣勝負もいいけど、まずスキルポイントを割り振る項目。今回のサポートセットを選んでね。オッケー、よろしくね。さあ、バトルが始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1、このバトルリングはダメージかな。壁に気をつけてね。攻撃かっこいい。いいね、この調子でガンガンいっちゃう。通常攻撃は地道にガードしていこう。で勝てたね。次も同じサポートでいく。ラウンド2、ファイト。このラウンドももらっちゃおう。攻めてくるよ、気をつけて。一旦冷静になることも大事だ。今の攻撃かっこいい。いいね、この調子でガンガンいっちゃおう。やったー。
ストレート勝ちなんてすごいね。どうだった？今回のバトル満足できた？スキルポイントを割り、新しい称号が手。サポートセットを決めてさ、楽しんでいきましょう。始まるよ。張り切っていこう。狭いバトルリングだから追い込まれないようにね。透明ブレスに攻撃したから気をつけてね。透明ゲージが上昇したよ。試合の流れはつかまだね。慎重になった方がいいよ。地道にガードしていこう。よかったね。いい感じで勝てたね。次も同じサポート。このラウンドももらっちゃおう。このままもっと攻めていこう。体力はリードしているけど油断はしないでね。フィールドフェイズから仕切り直したね。よし、ユニフェイズに入ったよ。フェイズがダメ。どうだった？今回のバトル満足できた？スキルポイントを割り、サポートセットを楽しいバトルになるといいね。始まるよ。張り切っていこう。ラウンド1、相手はかなりのパワーファイターだよ。自分の攻撃でフェイズ変化を起こすと共鳴ゲージが溜まるよ。仕切り直したね。よし、サポートを呼べるよ。ちょっと危険だけど、私たちならここは攻めるね。惜しかったね。強い。次は気合い。バトルを楽しむことが大事だろ。すごい。もうこんなにリードしちゃった。共鳴ゲージはまだ半分か。フェイズがダメ。次のラウンドは次で勝負が決まるよ。君のポケモンもやる気ないよ。フィールドに大きなエネルギーが発生してるよ。
通常攻撃はブロック攻撃に負けちゃうんだよね。よし、いっけこれからだよ。強制ゲージ開花。今ならバーストできるよ。いい試合だったよ。次もこんな試合ができるといい。お疲れ様。バトルは見ていても面白いね。スキルポイントを割り振る項目を選んでね。気分転換にフリーバトルをするのもいいよ。今回のサポートセットを選んでね。オッケー、よろしくね。緊張しないで、楽しんでいこう。今度の朝はどんな戦い方をするのかな。クリティカル発生。ブロック攻撃で通常攻撃を防いだよ。通常攻撃はブロック攻撃に負けちゃうんだよね。共鳴ゲージが解除したよ。ちょっと危険なことだ。私だったらここは攻めるね。共鳴ゲージを攻撃したから気をつけてね。共鳴ゲージが上昇したよ。次のラウンドも楽しんでいこう。さあ、サポート。前のラウンドのような楽しいバトルを期待するよ。自分の攻撃でフェイスハンターを取ると共鳴ゲージが溜まるよ。今の攻撃をバーンと叩けば攻撃チャンスだよ。いい試合だったよ。次もこんな試合ができるといい。お疲れ様。